ろしくお願いします。としのみやです。それではですね、本日も、モンスターファームバトルカードやっていきたいと思います。ではですね、前回でヘンガーカップに勝ちまして、どうだろうね、大会、A ランク以外の大会は全部これで勝ったことになるんだけど、いけるところが増えてるかだよね。あるとしたらどこだっけ ?BC センターだっけ、なんか、強くなったら会ってやるみたいな言われたの。ちょっと行ってみましょう。お、いや、話が進みそうですね、これ。あ、この間は優勝おめでとうございます。ありがとう。はじめまして。私は BCB のストラトスです。あなたが鉄壁のストラトス、こんな感じです。はい。ぜひあなたと試合をしたいのですが、お願いできませんか?お、ということで、モノリスをかけてくれるということですね。ではやっていきましょう。なんか地味に Q はね、毎回、なんか、どうやって戦ったらいいよみたいな言ってくれてるんだね。あんましっかり読んでなかった。じゃあやっていきまーす。はい、ということでね、先制です。先行ですね。やっていきます。相手はモッチー、モノリス、プラントですね。ではよろしくお願いしますと。やっていきましょう。いやー、まあ、いつも通り。お、いいね。フットワークがある。最初から回避が充実してますね。よし。相手はまあガス2なので何もできず。やーっと、お、回避ばっかり引いてるね。回避がこう逆にでも最初からいっぱい引いちゃうと。その後どうするってなるんだよね。こう、ガッツがなかなか貯めづらいし、かといって回避を捨てるのはなんか、もったいない気がしちゃうんだよね。おっと?ああ、そういう系だ。相手はもうなんか、あれなんですね。耐える感じで。そう、で、山札勝ちを狙ってくるんですね。多分、完全に。まあ、回避されない技で削っていきましょう。ガッツ削ってきたりしそうなプラントから、まあ、しっかり殴っていきますか。それ系だったらもうちょっと回避いらないんじゃないか説。どうだろう?ダメかな?いっか、回避なしにしようか、一回。ここで、攻めれるタイミングしっかり攻めるようにしていきましょう。相手はガッツ5枚。いやー、どうするか。どうする？回避はしてくるだろうなっていうのはあるんですけど。いやー、大声を出して、大声で相手に1枚捨てさせつつ、どうしよう。プラントが回避できないと読んで殴りつける?ワンチャンス。よし。とりあえずプラントダウンは大きいですね。これで、そのガッツが削られる心配は薄いですね。で、こういう、ガッツ少なめで効果力出せるやつを残しましょうか。ちょっと。逃げ切られる前に倒したいってことは、ガッツ効率を上げて殴りつけていきたい。あ、相手はガッツが溜めてきますけど、今のところまだ一度も攻撃してこないですね。さあ、どうする？そう、続き、行きますか。続きでモノリス。お、これが通る。いいです。省略、投げりね。投げり1枚残そうか。ワンチャン跳躍が来た時に、跳躍ひざげりでモッチーに当てていきたい。おっと、なんだっけこれ。そう、ちょっと待って。ドローステップ時攻撃ブリーダーの山札から。あ、
この試合の、そのターンの開幕で、山札のカードを確認できないまま、2枚勝手に捨てられちゃうらしいですね。何が捨てられたかわかんないっていうのが難しそう。よし。まあ、とりあえず、じゃあ、こっちんでいきますか。よし。もうリスは防御。うん、オッケーです。うん、これで行きましょう。いや、これは本当に、やっぱりガッツが、山札がなくなる前に倒しきらないといけないって感じですね。うん。いやー、頑張りたい。ほら？あー、ありだなー。なんか。ありですね。壮絶な戦い打ちましょうか。壮絶な戦いで、全体カード上書きします。うん。また、ガッツ持ちのいい技で攻撃していきましょう。うん。こっちにダメージ。そうなると、膝蹴りはいらないですね。大技はいらないので、出ます。一気に変えましょう。どんどん行きましょう。多分、ガッツ減らす攻撃はもう、ブランクないとできないので、ガッツ貯めることは、問題ないと思います。うん。さあ、何を入れていくか。まあ、回避されないのポカポカが来たのは嬉しいですね。ポカポカでまず、モノリス。うん。そして、ガッツ1で殴れる頭突き。持ちは回避ですね。うん。よしよし。まあでもこれは、いいんじゃないですか？うん。で、跳躍もあるので、まああと、回避でされない技もまだ打てる。うん。これは勝った気がしますね。うん。さあ、そんなわけで。まあ、ガッツの消費のいい技を殴りつける。よし。これで、ダウンですね。KO しました。勝ちましたね。うん。まあ、こっちは結構回避されない技で叩けるのが、ね、できる、叩くことができるので、いい感じだったんじゃないですか？ダウンは、ガッツ1とか2で大技入れて、相手の回避を削れますしね。うん。よーし、勝った。皆さん、さすがですね。私など、地元にも及びません。これが約束のモノレスのカードです。ありがとうございます。うん。はい、ということで。断鉄のエスパーだと呼ばれる。うちのリーダーともいい勝負ができるかもしれませんねって。え、なんか出てきた。ミアの実力が本物だと決めるのはまだ早いな。え、でも、ミアさんは大会で優勝されているんですよ。そうなのか。聞いたことのない名前だが、ちょっと調べてみるか。じゃあな。エスパーダさん。どうなんだろうね。これ。大会で勝ち続けていれば、エスパードも戦ってくれるのではないでしょうか。どうなんだろう。もしかしたら、これこそ A ランクで勝てないとダメなのかな。今のところ多分ね、まだ僕 A ランクで勝ったことないんですよね、大会。まあ、ということで後半ですけど、どうしましょう。エスパードさん戦ってくれるのかな。一回行ってみますか。ダメだったらちょっと別のとこ探しましょう。あ、ダメですね。やっぱ、戦える場所がないので、じゃあ、またちょっと戦える相手が出てくるまで、うん。ちょっとカットして、次戦える相手が出てきたら、また続きをやりたいと思います。はい、ということでね、まあ、ある程度ね、ちょっと進める条件がわからないと、まあ、ないということで、ちょっと進めてね、調べてね、なんか一個イベントを進めるたびに、何々を倒した後、大会で優勝して、来る、なんか次もう一回どこどこに行くみたいな、そういう感じの条件だったので、ちょっと大会を一個こなしてきました。ということでね、一個進めたはずなので、これでさっきの続きやっていきましょう。うん。じゃあ BC センターですね。お前ら優勝したらしいな。どうやら見くびっていたようだ。なんだ。
お、ということで、これで PC センターのポストを戦えることになりそうですね。あ、いいと思う。俺に勝てるようなら、ユラハンをやろう。ありがとうございます。では、早速始めましょうと。うん。では、やっていきまーす。それでは後攻ですね、やっていきます。相手はブランとデュラハン、ディノです。うん、じゃあこういう感じですね。うん、どうしようかな。とりあえずは、うん、全体的に、なんだろう、何全体的に、何わかんないな。よし、良そうだね。うん、いやー、まあまあまあ、こっちはフットワーク引けてるので、ハムが即死することはないでしょう。うん。どうする？頭突き打っとこっか。頭突きでデュラハンに殴りつけとく？そうだね。これだけしとこっか。よし、装備を使わした。むしろ僕の方がダメージを受けているか？まあ、そんなこともありますね。次行きましょう。うん。あ、なんかすごい技来た。え、ちょっと待って、回避できない技とか使うのやめて。なんだわって、せっかくハム生きていけると思ったのに。あ、でも、僕が殴んなかったら、生きてたのか。僕が自分もダメージ食らう技使っちゃったから、ハムはまた死んじゃった。あ、今回しかもフットワーク2枚も来てるのに。気合い入りよ、ディノ。ディノ終わったんですね、これは。いやー、そうだよね。いやー、やられた。次、一個次。もう一回。もう一回戦おう、クリスパーだと。なかなかできるようだが、まだまだ俺に勝てるほどではないな。また自信がついたら来るがいい。え？あれ？二回目戦わせてくんない？え？あれ？二回目戦わせてくれないんだけど、まさかのエスパーダさん。え？あ、でも自信がついたらまた来るがいいって。そういうことかな？もう一回来いってことか。そうなんだ。また来たということは、俺に勝てる自信がついたってことか。うん。ということは、あれなんだね。負けるたびに、この、宙が進んじゃうんだね。宙というか、時間が。え、めんどくさいというか、きついね、地味に。はい、とか。いやー、よし。倒し、これで倒そう。これで倒せば大丈夫。うん。よし、ここ。ここがいいなぁ。ここきついねぇ、ちょっと。どうするか。最初のターンで、ここがさ、5枚ガッツに来るからさ、相手。5枚とか4枚とか。大きくガッツリくるから、そう、この順でこう回避技がないじゃん。そうするとさ、多分さ、ハムかニャーが死ぬんだよね。え、きつい。じゃあまあ、とりあえず、ニャーには死ぬ前に一花咲かせてもらって。じゃあ、ってことで、もうこの辺たちは多分使い物にならないかもしれないから、さよならしよっか。厳しいなぁ。あ、跳躍で尻尾ビンタニャー。うん。まあ、そうだね。仕方ない。ニャーはね、ダウンするかなと思ってた。逆にまあ、さっきニャーが1ダメージ自分で食らってたおかげでハムが生きたと思う。でもニャーの技が来る。困るなぁ。打っとく？回避されそうだけど。ニャーハン。そしとる。オッケー、とりあえず1対1。悪くないよ。うん。もう全部ガッツ行こう。仕方ない。よし。ガッツ3だから、殺されることはない。お、何もしてこなかった。ガッツ7だって。ガッツ溜めてくるねー。怖いねー、一撃が。うん。ここはじゃあね、ハムで、6点通す。これで睨み食らうけど、こっちはね、フット
枠があるので、これでどうでしょう。あの、跳躍使ってきそうだな。使ってくる気がする。お、続きだ。ただの続きで2点ですね。これは大丈夫だ。オッケーオッケー。お、いいんじゃない？なんとか耐えてるよ、これ。悪くない。うん。あ、いいんじゃないですか？と、これで、待って。みよたん、こっち側が、なんだろう。こっち側がとかじゃなくて、普通に。あれか。これで、フットワークも。あー、フットワークは2以上のガッツを消費する技しか回避できない。バイバイ、ハム。え、まあ、でもとりあえず、リノやれるから、これ。ここは、投薬の、おかげでリノをダウンする。で、ただガッツさがきついね。ガッツ相手8あるから。どうだろう。体力はこっちの方がいいんだけど。削り切られるかもしんないね。いやー、厳しい、ちょっと。どうなるだろう。いや、今回結構山札残った、手札残してきたね。ガッツ余裕あるもんな。うん。踏ん張るとか引けたのは美味しい。よし。とりあえず、次のターン、すごい技が来るのを待つ。うん。お、攻撃してこなかった。ブラントの攻撃技案外入ってないのかな？もしかして。テラハンとかがメインなのかな？いやー、パンチは打っても意味ないんだよね。死なないから。じゃあ、ここは流して。ここでどうなる？光合成からの蜜。どうする？とりあえず、これは回避できるっけ？ 8 からとじゃないから無理だ。でもガッツ6残ってるから、全然大丈夫。結構ガッツ溜めた価値が出たね。あ、噛みつき。跳躍噛みつきで。これでダウンどうでしょう？よし、通った。勝ちました。うん。一回負けちゃったけど、ちゃんと勝てたね。うん。ということで。なんだっけ、この BCB を制覇しました。うん。よーし、まだこんなに強いやつがいたとは。俺ももっと頑張らないとダメだな。また、戦ってくるよな。いや、いいリーゼントだね。うん。あ、モンスターカードくれた。ユラハンはお前にやろう。ユラハンの技で俺が気に入ってるのは風神剣だ。この技は回避不能な上に賢さ技だから、確実にダメージを与えられるぜ。ほうほうほう。え、賢さだってもしかしてガードできないの？そうなんだ。めっちゃ強じゃん。あ、ということで大会の案内ですね。多分この大会もまた出ないと次の、なんか次の敵と戦えなさそうなので、多分、大会を、まあまあ裏で終わらして、次の、下流団か、ブラックウルフスかなのところに、ところを次の動画にしようと思います。なので多分ね、この感じだとブラックウルブスと下流団倒したくらいでカードが揃ってくるので、その次のチャレンジカップだっけだっけ、チャンピオンカップで勝てばあれですね、一旦とりあえずシリーズはエンディングまで行くのかなと思います。うん。では、次回またよろしくお願いします。お疲れ様でした。またねー。バイバーイ。